ちょっとタイトルであるように、まあ、ちょっと大したことない報、あの、報告なんですけど、ちょっとあの、ツイッターでも、あの、書かせていただいたんですが、<coughs> 多分二25日までですね、ちょっと配信が、配信しません。で、まあ、本当に大したことない報告なんですけども、結婚じゃないです、まず。はい。あのー、まあ、お父さんがね、ちょっと、手術するんですよ。はい。 えー、と言ってもね、まあ、あのー、本当鎖骨を骨折した形なんですけども、まあ、ちょっと手術しないとちょっと治りがちょっと厳しいっていう形の手術になるらしくて、ただまあ僕、リハビリやってたんで、まあ鎖骨の手術ってね、まあプレート入れたりとかするんだけど、まあ結構予後も良好なんですよ。あのー、なんだけど、やっぱ当事者からしたらね、あのー、もう <laughs>、 いやもうもしかしたら、これが最後になるかもしれないマサオっていうことでね。あのー、もうちょっと会えなくなる可能性もあるから、ちょっと最後、実家帰ってきてくんねえかっていう、ちょっと <laughs>、あの話を、ちょっと、ありましてね。うん。不安しかないってって。帰ってこれないって。マサオが言えば心強いな、みたいな、ちょっとそういう今。 おで、まあ、ちょっとね、あの、手術する日がね、あの24日なんですよ。で、まあ、ちょっとそれでね、まあ、いろいろちょっと母ちゃんとも話を聞いたら、まあ、あの、何でしたっけ、保証人か、あの、自分のね、一緒に住んでいる人以外の保証人とかもちょっと立てないといけないってことだったから、まあ、じゃあそれ俺帰んないといけないなってうことで、ちょっと帰,帰ります。で、まあ、ただ実家で、ね、スマホでなんか配信することあると思うんですけど、ちょっとね、 あのー、明日の夜にね、ちょっと僕帰るんで、<coughs> えー、とりあえず25ぐらいですね。はい、手術配信、いや、いいわ。うん、そんなんくだらんのそんな、うん、えー、まあ、母ちゃんも母ちゃんでね、ちょっと今、何でしたっけ、えっ、ー、と、ペットロスシンドロームっていうのちょっとまず、ちょっとそういうような今、状況もあってですね、なんかやっぱ、冷静にいろいろものを判断したりとかする、 <laughs> まあ、ちょっとできなかったりする形があるんで、まあ、ちょっとね、帰りますかっていうことですね、はいまあまあ、久々にちょっと、あのー、まとまった実家に帰るっていうのもなかなかなかったんでね、うん、できれば、あの1日ぐらいね、ちょっと、あのー、よっちゃんが、あのー、涙した麻婆ラーメンでも食べたいんですけどね。あのー 配信させてくんないかもしんないけど。うん、一日ぐらい。ちょっと食べたいんですけどね。で、えー、僕が帰ってきたら、そして帰ってきたら、ちょっとね、僕アークをね、ちょっとやりたいなと思ってます。そんな今あの形です。まあ、大したね。<laughs> まあ、大した報告でもないんですけど。まあ、結構父ちゃんが弱くなってるなって形ですね。父ちゃんがあんなにメンタルが弱くなるなんてやつ。でもまあ、あれか。わかんねえもんな。手術って言ったら、自分もさ、あの、全身まずいのこれから手術しますってやっぱちょっと怖いもんね。 全身麻酔するっていうだけで、何パーだっけ ?100 人に1人だっけ全身麻酔って死亡しちゃう可能性って。そんな、そんな高くないか。なんか一応あるんすよ、とりあえず。1万人に1人だっけ <laughs> ?0.01 ぐらい。うん。多分あの、レアドル、多分あれでしょ、ゲ流層ゲイボルクルよりも、多分結構高いと思うんですよ。高いっていうか低いと思うんですよね、多分おそらく、うん。俺、布団ちゃん。 俺のばあちゃんも何も食べれなくて、母ちゃんが毎日泣いてるから隣にいてあげてる。そんじゃもう父ちゃん何んかあったら隣にいてあげな。おえ、いい、いいやつだな。だいたい会ってやつには、あの、ろくなやつがいないんだけど、ほら、ごめん、ブロックしないでって、多分おめそうだろうな、多分。会ってやつは結構ブロック率が多いんだけど、お前えでも優しいやつだったんだな。うん。<coughs>